いちごる。キクさん、今日は何やるんですか？いや、せっかく、はい、ここ、ね、姉ヶ崎来たんで、ちょっとなんか撮りたいっていうのでちょっと始めちゃったんですけど、そうですよね。こう一日こうゴルフ場こうやって来た時に、調子悪いなって時とかってどうやってリセットすればいいですか？ああ、なるほど。結構そういうあれですよね、はい。みんな調子いいわけじゃないですからね。毎日ずっと。自分なんかはなんだろうな、一番やるのは、目をつぶる。目をつぶる。目をつぶる。目をつぶって、自分の呼吸に集中する。吸って吐いてっていうのは約1分間ぐらいやるんですけど、まあ、それプラス、まあ、技術的なことを言えば、目をつぶると自分の重心の位置、今日はこっち側にずれて、右にずれてんなとか左にずれてんなっていうのが分かりやすいので、力みがあるとやっぱ 目をつぶると結構フラフラするじゃないですか、はいはい、人間って。その中でもちゃんとバランスよく振れるように、振れるぐらいの力感まで落としてあげることが最初は重要ですね。やっぱり力感っていうのは軽く振るってことですか？そうです。これがやっぱり振ってるとちゃんとバランスよく立てないじゃないですか、フィニッシュで、はい、目をつぶると自然と人間バランスが取りづらくなるんで、そこでバランスうまく取れるような力感、スピードに落としてあげるってことですね。だから調子悪い時はやっぱりあんまり強く振らないで、スピードを落としたりとか力感を落とすことでスイングを整えてあげるってことが重要だと思います。なるほど、はい。今日姉ヶ崎所属の伊藤プロもいるんで、ちょうどよかった。聞いてみましょう。はい。ごめんね、突然。全然大丈夫です。なんか今、はい、ちょっと見に来てくれたのに、なんかちょっと。もう事前に準備してたじゃないですか。準備してました。まあまあ、そうそうそう。まあ、基本的に僕も多分ほとんどのプレイヤーもそうなんですけど、練習の時と本番でちょっと変わっちゃうのは全体の力感、全身の力感がちょっとずれると思うんですよ。それなんで僕は自分のこのスイングのリズムがありまして、ちょっといいですか、いいよ、はい。で、大体こう3拍子で打ってるんですよ。で、3拍子は、まあ、3拍子はアドレスからテイクバックに入る瞬間が1で、トップが2で、インパクトが3でイメージしてますね。1,2,3 ってリズムで振るようにしてるんですよ。で、これが本番になって調子悪い時なんかは全くできないですし、もうちゃんとフィニッシュ立てないんですよ。立てないよね。そう、それなんで実際にコースでちょっと今日やばいなって思った時なんかは、より意識を強くして、その3拍子でしっかりフィニッシュを止まるってことを心がけてるんですよ。で、その際気をつけてるのはテイクバックとか、テイクバックがこうでとか、ここがこうで、トップのポジションがこうでとかって、こう下ろしてとかっていうのは一切考えないっていうふうに、ほとんどもう無意識でリズムだけにその自分のこの自然のスイングの流れを当てはめるっていうふうに考えて、コースでやってます。まあ、そうだね、はい。なかなかコースの中でね、動き気にしてできないからね。はい、絶対できないです。うん、そうだね、全部の意味で。なんか動きばっか気にしちゃうとさ、球筋のイメージとかも消えちゃうし。消えますもんね。うんね、バランスよく、振れる力感で振るってことが重要だよね。そうですね、うん、それでしかゴルフしないって感じですね。 その中でしか、はいはい、うん。今日はどうもありがとうございました。伊藤君ありがとう、なんかいきなりなんか出演してます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。いい、何でしたっけ、言うこと忘れてるんですか。言うこと忘れてる。チャンネル登録のことと高評価のことをアピールしないといけない、ね。そうですね、確かに確かに確かに。今、まあ、何喋ってなきゃいけなかったっけななんてちょっと思っちゃったんで、申し訳ない。この動画気に入ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。伊藤君はチャンネル登録、もちろんもちろん、もちろんさせていただいております。本当に、はい、今日します、後でします。してないです。ぜひ、はい、すいません、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いちごる。